ビーカラフル RKB。 毎週多彩なゲストをお迎えして皆さんに熱いトークセッションをお届けします。池尻和歌子のトコワカ。おはようございます、池尻和歌子です。今日のゲストは九州を拠点に全国へ重機の貸し出しなどを行っていらっしゃいます、株式会社松浦重機代表取締役社長の笠原道明さんです。おはようございます。おはようございます。松浦重機というふうにつくということは、はい、まあ、建設業の中でもその重機をメインとした事業と思っていいですか？そうですね、私たちはあのクレーンを主体とした会社でございまして、はい、12トンクレーンから世界最大級といわれる1200トンクレーンを保持している会社です。12トンというと例えばどういったものを？建設業の足場とかを、なるほど、上げるときに使います。で1200トンというと大型風車がメインになると思います。かなり幅広い重機を扱っていらっしゃるんですね、はい、人数としては従業員の皆さんどれくらいの人数でされていらっしゃるんですか？九州で100名、東北で60名です。はい、皆さん専門的なその操縦の資格なども持っていらっしゃると思うんですけれども、はい、一般的なクレーンというのがこちらですよね。それが一番世界最大のクレーンの1200トンクレーンになります。そんな大きいのがこちらなんですか？はい、でこれ全体を指してもクレーンって言うんですよね。そうです、はい、この緑のこの部分はどういう働きをしているんでしょうか？それがカウンターウェイトって言いまして、矢印べみたいな感じなので、それが重たいとよく釣れるという感じになります。そのじゃあ物によってここのウェイトが変わってくるということ？釣るものによって変わってきます。営業所などはやはり九州がメインになるんですか？九州がメインですが、今では仙台、青森、北海道、福島っていうところまでエリアを拡大しております。もうそんな遠いところでも、はい、まあ、クレーンを運んでいくっていうことなんでしょうか？そうですね。東北には何かその仕事事業を始めるきっかけがあったんですか？2011年の3月11日東日本大震災の時にたまたま関門海峡を通ってまして、メカリインターでテレビを見た時に何が合ってるんだっていうぐらいの映像が飛び込んできたので、これはただごとではないぞと思いまして、ちょっと一回視察に行ってみたいなと思って行ったのがきっかけです。もう即行動に移されたわけですね、はい。まあ、実際どのようなエピソードがあって東北にまた事業のエリアも拡大したのか、はい、この後具体的に伺っていきたいと思います。東日本大震災のニュースを見て、はい、もうすぐ東北に行かないといけないって思われたんですか？はい、東北にすぐ現地視察をしてきました。ショック大きかったんじゃないですか？一面見渡す限り瓦礫の山でした。それがすごくショックでした。もうどこからどう手をつけていいか正直わからないような状況ですよね。そうですね、同業者の社長といろいろ話をする中で、クレーンが流されたとか家が流されただとかいろんな話を聞く中で、皆さん下を向いて話をされてたんですが、はい、最後に一言だけクレーンを持ってきてくれないかと目をまっすぐに向けて言われたので、それが行くきっかけになりました。クレーンを持ってったんですか？はい、すごい有言実行ですね。一応本社には戻ったんですか？はい、戻りました。はい、本社に戻って大会議室に集めて、みんな行こうっていう話をさせていただきました。でみんなもぜひ復興支援に行きたいということで、 80% ぐらいの社員の皆さんが行こうって言ってくれたんで、私が行くことができたと思います。まだその時は瓦礫の山のような状態だったわけですね。当初は何もわからないので、3ヶ月ぐらいは社員の皆さんと一緒に共に部屋を一つとして、
プレハブから唐津から持ってきましたので、プレハブを持ってったんですか、はい、ライフラインが全くないという状態でしたので、唐津からすべて持って行って大工さんにも来ていただいて作っていただきました。じゃあもうそこを本当に拠点を作って復興支援されたってことなんですね、はい、そのクレーンは何台ぐらい持っていったんですか。当初は10台ぐらい持っていきましたけども、今では拠点がありますので、はい、50台ぐらいいると思います。で実際にその東北に社長がいらっしゃった間は、はい、九州の拠点はどうなっていたんですか。九州の拠点は九州の拠点で仕事をちゃんとしてまして、はい、福岡都市高速の最後のジャンクション、はい、福重ジャンクションっていうのをさせていただきました。はい、これはすごく難工事で、当時650トンっていうのが一番大きくて、はい、その横にいるのが400トンですが、この2台で相づりという形の中で工事をしていくのがすごく難しく困難な作業だったと思います。相づりってどういうことなんですか。2台が一緒に吊るっていうことで、はい、息が合ってないとこうなってしまい、バランス崩すので、はい、じゃあそこは本当にチームワークのお仕事ですよね。はい、オペレーターの意思あるいは下回りの飛びさんたちの意思がすごく大事で、難工事をよくやってくれたなと思ってます。非常に難しいんですね、はい、これが2011年、福岡都市高速沿線の35キロあるんですが、はい、そのうちの 50% ぐらいは私どものクレーンで仮設をさせていただいております。風力発電に関しては、はい、いつぐらいから事業に携わってこられたんですか。これは20年ぐらい前から縁がありまして、はい、当時は550トンっていうラインナップが一番大きくて、はい、それで十分に足りてたんですが、今は1200トンっていうクレーンがないとできないぐらい大きくなっております。1200トンっていうのが、まあ一番大きいってことですよね。そうですね、世界最大級ですから、はい、まあ、日本に17台しかいませんし、新車ももう販売しませんので、はい、この17台で日本中の風車を立てていくっていう形になります。その風力発電がすごいんですよね、はい、これまさにそれが風力発電だと思うんですけども、はいはい、これどういう工程で運ばれるものなんですか。はい、海外から船で来て、はい、港に陸揚げをして、そこから一次輸送二次輸送という形の中で運んでいきます。これ一つの羽もかなり大きいですよね。はい、60メーターぐらいあります。それをやはりこれも深夜、はい、そうですね、ゆっくりゆっくり運んでるんですね。はい、これはやっぱりこう立てて運ばなきゃいけないものなんですよね。基本的に一次輸送の時は寝せて運びます。はい、あ、なるほど。で山に入っていくところからは立てて短くした感じにしながら運んでいきます。なかなかこれ緊張の連続の作業ですね。そうですね、まあ、そのハンドルを握っているのはうちの若いエースが握っていますので、その辺はまあ面白いと言ってくれてます。なかなかやりがいがある仕事でしょうね。これからの松浦重機、まあ、どのような展開を考えていらっしゃるんですか。再生可能エネルギーに力を入れて、普通のトレーラーでは運べませんので、いろんなものが一式やっと揃ったので、今後も大型の風力発電に対して積極的に取り組んでいきたいなと思っております。またそれだけじゃなく、はい、橋梁だったりライフライン、あとは大型工場プラント系、そういうところでも皆さんのご要望があったら全力を尽くしていきたいと思ってます。クレーンって面白いんですか。はい、クレーンはすごく面白いと思いますし、まあ、特に風力発電みたいなものは、はい、一つずつ部品を組み立てていって大きいものになっていくっていうのは、小さな頃に遊んだプラモデルと一緒じゃないかなというふうに考えます。そういうワクワク感があるお仕事なんですね。はい、実際今人手不足っていうふうに言われてますけれども、
松浦重機さんどうなんですか。うちもやっぱり人手不足でありますし、興味を持たれる方がおられましたら、若い人でも経験者がなくても全く構いませんので、ぜひホームページを見ていただきたいなと思ってます。明るい道をぜひ導いていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは社長、今日の思いを言葉にしていただきましたので色紙をお願いします。はい、縁、これは人と人をつなぐ縁もありますし、はい、縁の下の力持ちという意味でもうちの会社には必要なことだと思います。はい、脱炭素社会に向けてぜひですね、この再生可能エネルギー拡大していっていただきたいと思います。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは株式会社松浦重機代表取締役社長の笠原道明さんでした。